しいですけど、まあ、最近有料も投げてもらえなくなったんでね、よかったらお願いしますね。フロンズカクテルありがとう。じゃあ今日もやりますか、元気よく。はい、あ、今日はナイス最終日なんで、ナイスよろしくお願いします。おはようございます。ふわっちニュースキャスターのほもりです。この放送枠は昨日起きた出来事を皆さんと情報を共有し知っていこうという枠です。昨日何があったのかな、昨日何が起きたの、それを知れる放送枠となっているので、知りたい方は見てってください。注意事項として、間違っている古いとコメントを連投する方がいます。古い古いという連投コメントはやめてください。古いです、昨日起きた出来事を話すわけですから。さらに間違っているよとコメントを打つ方がいます。それはありがたいです。間違った情報より正しい情報、間違っていたら指摘してください。これはみんなで作っていく放送枠なので、でやっていきます。ふわっち大炎上ニュースです。よろしくお願いします。はい、じゃあね、早速炎上ニュースやりたいんですけれど、まあ、僕がいつも大好きなふわっち社会的ニュースです。はい、昨日ね、紹介した事件の結末を、紹介したいと思います。昨日ね、足立区でコンビニで、ナイフを持って切りつけ事件がありました。2人ほど切りつけて犯人が逃走したと。で、我々今足立区に住んでて、お前が犯人じゃないのかと、疑われていました。はい、ですが身の潔白をね、今日朝方ね証明できそうです。一応捕まりました、犯人が。はい、もうね、俺らがね殺人やってるとかさ、そういうふざけたこと書いてるやつは訴えるよ本当に。東京都足立区のコンビニで女性店員ら2人が切りつけられた事件、23歳の無職の男が出頭と。誰でもいいから女性を刺そうと思ったという供述です。これね、怖いなと思った。誰でもいいからって言っておきながら女性を刺したんで、女性をね刺すなんて、こいつ頭いかれてるわ。弱いものを狙ってやるっていうのが、おい、この人殺しが、俺を狙ってこいよ、返り討ちにしてやるからよな。弱い女性狙ってやるんじゃなくて、強い男さあね見つけてやれよ。お前何から何までダサい。女は刺すもの？はい、ってことです。お前狙う価値がない？まあ、あんまちょっと大きなこと言えないんでね。まあ、家バレてるし、ゼロワンハウスは。嘘です。僕弱いんで、ごめんなさい。まあ、そんな感じです。あと、まあ、ちょっとね、頭の形が俺に似てる感じなんですけど、僕じゃないんでね。あと、マリオくんでもないです。はい。足立区ってなんでこんな物騒な事件ばっか起きるの？俺、ここに、まあ、何回かね、住まわせてもらってるけど、足立区の近くで爆弾ね、缶爆弾、缶缶が爆発したりとか、人を刺した事件とかね、大麻密売してるとかね、やばいのよ、足立区これ。大丈夫なの？マジで治安が悪いよ。で、我々、このゼロハウスで結構ね、どんちゃん騒ぎしてるわけじゃないですか。そのうちお前本当にやばいやつ出てきてさ、やられんじゃないかってちょっとブルブルしてます。
はい、ちょっと気をつけますわ。西新井だけ、いや足立区全体そうでしょ。まあそう考えると我々配信者もちょっと気違いだからちょっと怖いかな、一般市民からするとね。だって我々たまに携帯持って外で歩いて、あね、こううろつうろつうろつるしてるわけじゃん。一般人からしたら不審者みたいななるわけだからね。だから同じ無地の穴なのかなってちょっと思いました。はい、ってことですね。まあそんなことは置いといて、こっからね、ちょっと一つだけしかニュースなかったんでね、普通に炎上ニュースやっていきます。ふわっち大炎上ニュースです。よろしくお願いします。はい、じゃあまず早速一つ目のニュースから。ですね、ちょっと待ってください、僕のメモ書きを見ます。はい、じゃあまず一つ目のニュースから。ですね、なんとですね、もうこれもびっくりしたんですけど、カネマンさんが倒れてしまって救急車に運ばれた模様らしいです。はい、有名な YouTuber のカネマンさん、チャンネル登録者数も30万から40万誇っている方なんですけどね、その方がね倒れちゃったらしいです。でさらに赤地ちゃんと一緒にいた時も体調が悪いということで、救急車呼んで運ばれたものらしいです。はい、一応その駅のホームに向かっている時になんか熱中症脱水症状があって、まあ運ばれちゃったと。はい、赤地ちゃんの時はだんだん 目元が黒くなったりとか体調が悪くなったりとかして救急車に運ばれたらしいです。こんな感じで救急車芸じゃないと思うよ。こんな感じで隣に赤地ちゃんいるんですけど、どんどん体調が悪くなっているということですね。で俺はこれ思ったのがね、赤地ちゃんを責めるとかそんなんじゃないけど、赤地ちゃんって赤地ちゃんのせいじゃないんだけどね、その赤地ちゃんに寄ってくる男たちは結構不幸なことが起きてるなと思ってちょっと心配になりました。が赤ちゃん呪われてるのかお化けいるのかちょっと心配です、正直。はい、こうやくんのこともあるけど前の彼氏さんも亡くなってるんだよね。ちなみに言うけど前の彼氏さんも亡くなってて、こうやくんも亡くなってて、次カネマンさんが体調がどんどん悪くなっている。何か走ってなんか出てるんじゃないかなっていう、お化けみたいな。だから俺ちょっと企画でね、赤地ちゃんを霊媒師のとこ連れてって見てもらいたいっていうね。はい、アワントラ元気にしてるね。ってことです。まああとね、カネマンさん有名な YouTuber なんですけれど、まあ30万人いてね、だいたい30万人から40万人いる方で月収100万って言われてるんだよ。でもカネマンさんは最高月収2000万とかね、そういうのがあったらしいんだって。でツイッター見に行ったら金欠です、助けてくださいってツイートしてて、で全財産これだけですとツイートしてました。その金額がこれです。はい、ちょっとね、941円ということらしいです。だからまあ我々配信者も一般人よりはそれよりもらってるっていうのは自負してます。はい、でも YouTuber なんてそれの比じゃないと思うんだよね、もらってる額は。だけれどね、やっぱすごい、もう人生なんか大転落というか、お金がもうこれだけしかないらしいです。なわけあるか。でもね、赤地ちゃんが声かけしてた時に
なんか病院行こうかって言った時ちょっと渋ってたらしい。でお金なくても行かなきゃダメだよっつって言ってたんで、だから本当っぽかったよ。ガチで金ないんじゃない。うん、いやそうなんだよ。生活ねレベルを下げないとダメだよね。お金を稼いでて、いっぱいお金を使ってね豪遊したりとかしてた時期あると思う。でその生活レベルが上がったままでだんだん収入が減っていくとね、なんか金銭感覚バグってくるからね、本当に。だからそのままずっと金銭感覚が上の方にいるとね、やっぱ収入が減ってても使っちゃうから回らなくなるんだよね。だから多分そうなったんだと思う、金満くんも。だから940円の貯金額になったんだと思われます。誰のせいでもない、その通りですよ、ね。まあでもこれはもう本当にもういい教訓になったというか、いい勉強だよこれは。で金満くん若いからね、23とか24ぐらいでしょ、もっと若いか22とかだからね。だから全然やり直せるからね、頑張ってほしいっていう感じです。わかんない、金満くんって若いよね。いや俺はだって28だよ。あと2年後30だからね、もうおっさんだわ。あ25か、そんなに若くないな。じゃあもう20代後半か。はい、ってことですね。俺28歳なんですよ。こうやってよく見たら28に見えるでしょ、うん。ひげ剃ったら若く見えるんじゃない。30には見えないんじゃない。まだ若く見えるでしょ。見えない。あそう、どうでもいいや。はい、ってことで金満さんね病院に運ばれました。じゃあ次、次がね、あ今日はすごいですよ。なんとですね、かやくたるさんがツイッターでツイートしてたんですけど、こんな企画を打ち出そうとしてます。これは楽しみだね。今日は8月10日なんですけど、期間別ナイスランキング最終日、大企画です。困ってる人を助ける配信。ルール、街中で困ってる人を見つける、助ける。アンケート 50% の人を助ける、3つクリアで達成ということです。はい、だから火薬さんは10日今日なんですけど、ナイスのためにね人助けします。俺はねこんなね心が綺麗なやつ見たことがないよ。人を助けるっつってさ、やってる配信者多分ふわっちで初なんじゃないかな、そのそういう企画をやる人は。ネタ切れなんだろうな中村くん。ネタ切れじゃないよ、火薬さんはネタの宝庫だからね、何でも出してくるから。はい、あ偽善でもいいじゃん。やらない偽善よりやる偽善です、間違いなく。ってことですね。でアンケートも取るからね。でナイスだね。で皆さん、僕もナイスいいですか。ちょっと中村くん、中村くん押してナイス500ナイスなるから、いい中村くん押してもらって。はい、来た中村くん、ありがとうございます。他のリスナーさんもありがとう。3人ありがとうね。じゃあ次いきます。はい、次がね、すいませんね、ちょっとね、ですね、あーなんとですね、これかな、なかちゃんと、バルバルさんとロビンソンさんで予算を創作と昨日ね、やってました。で結果的に家には予算いなかったと。
で何軒かパチンコに回ったんですけれど、ダイナムとか他にも行ってそうなパチンコ屋、結果、見つからなかったということらしいです、はい、ただしお父さんの話を聞くと、昨日、11時頃に帰ってきたということらしいです。なので、まあ、よっさんの安否に関してはね、昨日やりましたけれど、生きてます。はい。そこら辺でパチンコを荒らしてるっていう感じですね、トライクのって。元気そのものです。毎日パチンコを焼いてます、並んで。はい。関心のツイート見ればわかる？え、嘘。ちょっと見てみるわ。どういうこと？ふわっちの監視？監視さんのやつ。あれ。あね。あ、待って、カネマンさんのやつ、ふわっち監視員さんのやつ見たんだけど、救急車で病院行ったら返された上に怒られたらしいです。救急車呼んだらまた同じ病院に連れて行かれて、昼間検査して異常なかったのに救急車呼ばないでくださいって、二度と行きたくないあの病院、なんで行きたんですかって、でもさっきより顔色マシになったよね、しびれもなくなってっていうことで、まあカネマンさんね、二回行ったわけだから病院、先生に怒られたらしいですね。はい。でもね、やっぱ体調悪くなったりとかしんどいと思ったら救急車呼んでください。我慢は良くない。あ、これやばいやつかもと思ったら救急車呼ばないと。何のために税金払ってると思ってるんだよ。あのね、こっちは税金払ってね、やってるわけだから。そんなの言われる筋はないじゃん。もちろんね、意味のない、その、救急車呼びはダメで、本当悪い時はもう呼ばないと。俺はもう、うわ、もう、しんどーってなったら呼ぶよ、普通に。悪いけど。税金払ってんだから。で、安はね、そう、8月24日まで晩です。はい、なので、皆さん、それまでね、安さんの姿、なんていうの、我慢強くね、待っててくださいって感じです。はい。払ってないだろ、脱税豚。全部が全部払ってないわけじゃないからね。払ってる分もあるから。だから、払ってないって言い方はやめてもらっていいですか？全部が全部払ってないわけじゃないんで。払ってる分もあるんで。だから、滞納してるだけです。はい。いいですか？こっちはな、所得と消費税払ってるんだよ、お前。分かってんだよ、この野郎。お前ら、消費税払ってんのか、この野郎。払ってないだろ、消費税。こっち多く払ってんだよ、消費税。舐めやがって。あと、そう。延滞金も払ってるよ。悪いけどな。じゃあ次行きます。いくらかは言いません。次がね、あ、アイラさんと花屋 VS コウキさんですね。はい。昨日なんか揉めてました。昼間閲覧1000人超え、だからコウキさん生活保護受給者ということでね、疑惑が立てられて、コウキさん本人がコラボに上がってね、お話ししてました。ちなみにコウキさんの画像撮れたっけなぁ。あ、これか。はい。なんか、言ってる発言だったり、出してる証拠の画像が変っていうことでね、お前不正受給してんじゃないかと言われてます。はい、なので、部長山田さんっていう方が今日ね、
コウキさんの家まで知ってるらしくて、コウキさんの家の近くの市役所まで行って生活保護のなんか通報してくるということらしいです。はい。で一応部長山田さん、昨日ね、昨日誰だっけ、尿検の女の子、ちょっと名前が出てこない一瞬、あ、かのこちゃん、そう、かのこちゃんが警察の方に行って尿検したという発言を聞いて、山田部長もそれ本当なのかっていう検証で警察の方に行ったらしいです。その結果、全くもって取り扱ってもらえなかったと、尿検をしてもらえなかったらしいです。お母さんがいてもできないということで、まあ、かなこちゃんの言ってることが嘘だということをね、まあ嘘だとは言ってないかもしれないけど、まあ、そういうニュアンスで喋ってました、はい、ただかなこちゃんから連絡が来て、私は本当に行きましたと、証明の刑事さんの名刺ももらってますと、警察の方のそこに電話して聞いてみたらいいじゃないですかって来た、はい、なのでどれが本当でどれが真実かちょっと分かりません。ちょっと一応ね、ありがとうアイテム、山田に電話してみます。誰が生活保護なん？いや、なんかコウキさんが生活保護を受けてて不正受給してるっていう話らしい。部長山田の話を聞くとね。お疲れ様、パルちゃん。あ、お疲れ。うん、お疲れ様。山田さん、うん、今日何、コウキさんの生活保護の不正受給の実態暴くために、うん、市役所行くの？違う違う、実行くんじゃなくて、うん、一応不正受給の疑いがちょっとあるじゃん、言うたらやっぱり、うん、まあ、あの人の説明不足なんか、なんか出した書類とかがで墓穴掘ってんのか分からんけど、ちょっとおかしいところ多いからさ例えばどういうとこがおかしいの？生活保護に携わってなかったら送られてこないような書類を自分で出してみたりとか、しかも日付が7月の27とかになってるから、お最近だね。ああ、そう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 、それが分からへんで、なんか過去に受けてて返還してくれの書類なんかも分からへんし、あれやけどちゃんと大阪市の印鑑ついてるような書類やったから、うん、でもし今現在も受けててで何メンズエステで月40万円あるだとか自分で豪語してるのに、なあね、そう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 、それで生活保護受けてたらやっぱりね、僕もパルちゃんもね、一人多分多く、彼女自身は生活保護は受けてないって断言してるの？断言してんねんけど、なんかその保険証ないだとか、ね、保険証ないのに病院行くだとか、一点二点三点コロコロしてるわけだ。そう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 、ほんでもうちょっとそれやとなんかあれやから通報しに行くね、役所に市役所今日行って通報しに行くというか、まあ言いに行くんだ。そうそうそう、ほんでまあ一応その個人的なことは多分何も教えてくれへんけど、うん、そのこういう場合はどうやねんっていう役所の見解ぐらいは多分また聞けるから、絶対。あ、そうなの。じゃあ山田さん、なんで行こうと思ったの？これは正義、正義として。いや違うよ、言うたら、うん、興味、興味なんだ、本当なのかどうかっていう検証だね。そうそう、別に相沢さんどうのこうのじゃないよ、全然。うん、あ、そうなんだ。じゃあ恨みも何もないってことだ。あ、ない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 、うん、今もわめき散らかされてたとこやし、ほんで。あ、そうなんだ。え、じゃあいつぐらいに行くの？それはちなみに遠いんでしょ？何か。あ、いや、俺の家からそんなに遠くない。あ、そうなんだ。じゃあ市役所って大体5時ぐらいに終わるけど、5時前には行くってこと？そうそうそう、だからもう出る準備はしてて、もうちょっとしたら行こうと思って。山田さん、うん、行く、すねるよね怖えわ、まあ、うん、あとなんか
かのこちゃんの尿検の検査も受けてもらえなかったって聞いたよ。あ、昨日一応警察にあの、ね、ネット界隈で薬やってるって言われてるから、うん、尿検査してくださいって言って警察行ってんけど、がっつり言ったんだ。そういう風にガッツリ言ったよ、うん、言っても、 もう全然なんかそういった場合ではあの尿検査は警察署としては、まあ、もうどこもやってないって。あ、そうなの。もうなんか自分で病院行ってくれ、もうほんまにしたいんやったらあの、うん、自費で病院行ってそういうとこでやってくれって、うん、断られたんだ。断られた。んでそれはあの全国どこの警察でも対応は同じやと思いますってはっきり言い張った。あ、ってことはじゃあかのこちゃんが尿検したっていう発言は山田的には、でもな、それ深掘りしたらお母さんが通報入れてとかの場合やから必ずしも。あ、なるほどね。そうあれ、だからまあ言葉不足もあったんかなって。警察署の方に行ったわけじゃないんだ。え、いや、なんかお母さんに連れられて行ったとか、お母さんが通報したから行ったっていう話っていう鳩がいっぱい飛んできた。あ、なるほどね。場合、そういう場合ね。うん、ただなんか自分だ、例えば僕がもじゃ親連れてきたらしてくれるんですかって言ったらそれも無理って言われたし。あ、ちょっとじゃあ警察の署によっていろいろ違うかもね。大阪はほら大雑把だからね。もうでもあんだけ薬物事案ある南警察署であのしてくれへんっていうのはちょっと意外やったけど。あ、確かに。うん、確かに。普通そんな風に言ってきたら薬物やってんのかって思うけどね。うん、でもあの わざわざ長袖まで着ていったのに、うん、腕すらまくられへんかったからちょっと びっくりやったけど。あ、そうなんだ。あ、そうか、うん、いろいろ検証してるんでね、山田さん。あ、検証系です、うん、次ね、あの今配信界隈で流行ってるガリガリ君食べて何本当たり出るかって検証枠やってる人たち多いんだよ。それやらないと。検証マスターの山田さんが。いや、なんか食べ物粗末系は山田あんまやらへん。あ、本当に？うん、そう。見てみたいけどね、検証は。ガリガリ君。ガリガリ君。ガリガリ君。わかった。じゃあそれもやるわ、うん。検証してみるわ。終わった後にしてよ。わかった。やるわ。ありがとう、うん。ありがとうね、山田。ごめんね、電話しちゃって。いつもありがとう。うん。なんか言いたいことある？9月4日なんかあるんだっけ？あきこママのお店で一日店長させていただきます、やるんでね、はい、山田さん、はい、みんな行ってあげて。お近くの方は、はい、あの最低、ね、の金額だとちょっとね恥かいちゃうんで。いやいや、そんなことないよ。全然俺の店長の日なんてガラガラだからさ。みんなそんなことないよ。3000円であの楽しく飲んで帰ってください。無限の彼方へさあ行くぞ。笑ってこらえてやれんの。ガッテン。はい、ってことですね。今日山田が動きます、はい、でちなみに言うけど俺コウキさんめちゃくちゃ可愛い。年上好きなんだよ。これ個人的な話しちゃうんですけど、普通に可愛い俺コウキさん。まあちょっと美顔あるけれど、こういうね、なんか人妻感あるような雰囲気ある女好きなんだよ。うん。でもホスト好きだからね、この歳で。だから性格的には合わないからね。顔はタイプです、正直。はい。顔はね。ただホスト通いらしいからさ。ちょっとそれはちょっとやだね。ということでね、でもコウキさん、生活保護受給者なのか。どうなのかっていう検証をやるんでね、山田さんが。行きます。はい。発狂？あの、発狂を見たけれど怖かったな。危機迫るような、あの、鬼の形相。また面白いおばちゃんが出てきたね、これ。本当に。はい。ってことです。じゃあ、次行きます。アイラと仲悪いんだな。いや、別に仲悪くないよ。電話した仲だから。関わりがあんまない。仲悪い、悪くないとかじゃなくて。うん。あんま関わりないな。アイラ。
そう、電話して金梅さん関連で絡んだことぐらいがあって、そのアイラ自身は何だろうな、まあ喋ったけれどたわいもない会話だった気がするってことですね。アイテムありがとう、無料ください。アイラの LINE なんて俺持ってないと思うよ。前持ってたけど消えてると思う。おお、アイラって一応調べたけど、めちゃくちゃ何このアイラっていうの、水着の女の写真が出てきた LINE で、やり取りもしてないアイラエスケープっていう子、水着でね、おっぱいでかいやつ出てるわ、これ多分消してるわ LINE。 はい、いやバンになっちゃうよってことです。じゃあ次行きます。花屋の LINE は、いや花屋に LINE してもいいけれど、でもコラボ中じゃないの。うん、花屋に聞けよ、コラボ中だからさ、かけてもね、別にかけれるけど、まだその話したいってこと？じゃあかけるか、ちょっと花屋に。え？その話をしたいってことね、みんな。電話しないでって言ってる？うん、じゃあいいよ。まあ、めんどくさい。後でかけます。花屋がねコラボ落ちたりとかして、じゃあ僕は次のニュースいきます。はい、次がね、まあさっき火薬さんの話をしたんですけど、火薬たるさんがなんと TikTok デビューしました。最近ねゼロワンさんも TikTok やってるんですけど、火薬さんもやってます。はい、頑張ってます。一応アイコンが細川って書いてて、火薬たるってことで、まあ、閲覧今180なんですけど、多い時は400人ぐらい来てたということです。あ、ちなみに TikTok の400人はすごい多いからね、冗談抜きで。はい、今頑張ってます。ハゲラッキョ、そうなんですよ。興味がある方はね、行ってあげてください。じゃあ次行きます。次が、善逸くんが、みなみちゃんにブロックされました。これですね。あ、ちなみにね、小ネタなんですけど、すいません。コラボバトルして、ね、みーこちゃんの髪の毛のその前髪を借りました。ごめんなさいリスナーさん、女性の髪の毛を買ってしまいました。今のところ、5連勝中です。コラボバトルで俺に勝てるやつはもういません。本当にで俺に挑むやつは、ね、何かかけてこいよ。かけないとやらないから、リスナーさんに申し訳ないし。で、基本的には髪の毛かけてます。俺の坊主で。はい。かわいそう？これね、はっきり言うけど、あっちから仕掛けてきて、それで、あ、やるならかけようやろうと。で、納得した上でやってるんでね。はい、かわいそうもクソもありません。ギャンブルにね、同情なんて求めちゃダメだよ。はっきり言うけど、負けたやつが悪いんだよ。勝ったやつが勝者なんだよ。そうだろ？ギャンブルに男も女も関係ありません。ええー。
同情の余地なし。ということですね。で、話戻しまして、ですね、なんだっけ。あ、善一くんがみなみちゃんにブロックされたということらしいです。かわいそうに。誰だっけ、ブロックされたやつ。これか。じゃあ、みなみちゃんっていうのは、あのみなみちゃんです。はい。なんでブロックされたかっていうと、あ、みなみちゃんっていうのは、あの、マリオくんとコラボしてたみなみちゃんじゃなくて、あの、ふわっちの名物キャラクター、ね、マスコットキャラクター的なみなみちゃんです、はい、その子にブロックされたと。でブロックされた理由としては、なんか善一くんがみなみちゃんのリスナーさんもあり、善一くんのリスナーさんでもあるリスナーさんを、まあ、ディスったんだって。それに対して善一くんがコメントで口挟んだらしいです。これ一応こんなコメント打ってたと。マルヌンちゃんというリスナーさんのことを言ってたと聞きました。これ悪口をね、いろんな人が言ってたので事実だと思うのですがと、多分否定されたんだと、みなみちゃんで。それに怒ってみなみちゃんが善一くんをブロックしたということらしいです。善一くん、弱い者には強気だよね。もしこれ俺が言ってたら絶対言わないだろう。ねんつくん、マルヌンちゃんっていう方らしいよ。そう、まあ、正義感っていうか、やっぱ善一くんのとこに顔出してるリスナーさんだから、やっぱそこら辺で守らないといけないって意識があってきたんじゃない。だんだん男らしくなってる善一くんは。うん、あのやっぱ善一会ってグループ作ったから、どん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 ね、たくましくなってます。お前は石川とかアイラにビビって電話できないヘタレブタ。あの石川さんはビビるけど、アイラごときにビビるわけないじゃん。あんなろれつ回ってないやつ、はっきり言うけど。アイラごときにはビビらないよ、はっきり言うけど。何言ってんのお前。あの昨日見てたけどさ、アイラさんなんかコウキさん相手になんか言ってたんだよね。やべえ、俺のリスナーお前言ったらもうやばいよって、なんかリスナーを盾にしてめっちゃ脅してた。俺のリスナーやべえからよっつって、なんかあのネットヤンキーみたいなこと言ってた。あ、変なこと言ってんなと思って見てたけど、ってことですね。やえらさんに対しては別に俺はなんていうんだろう、悪口言うとかそんなことではないですけど、っていうことです。はい、じゃあ次いきますね。あ、次がね、これ裏技みたいなもんなんですけど、香川さんがねツイッターでねこういうふうにツイート してくれました。ツイキャスでね、いつもさ匿名を一回一回ボタン押してさやらなきゃいけないっていうめんどくさい感じがあるじゃないですか、ツイキャスやってる 人たちは。一応、こういうやり方であのずっと匿名にできるらしい。ツイキャスでずっと匿名コメントにする方法を書いておくねと。まずコメントするの横にある自分のアイコンを押すと。匿名でコメントするの、タブを、オンにするとずっと匿名になってコメントを書けるよと。 iPhone でもできるようになってるから、できない人はアプリを更新してみなということです。だからアイコンをずっと長押しするとその匿名するというボタンが出てくるんだよね。それをオンにするともう匿名です、はい、これはもうすごいいい裏技だなと思って、僕も拡散したくてね、香川さんのツイート借りました。あ、これこれさんが言ってたの？これ。ちょっとわかんないけど。これこれのおかげやで。え、でもこれは香川さんのやつ
コレコレさんが先やったの、これ香川さんが先だと思うけど、あ、これこれが運営頼んだ昨日、あ、そうなんだ、知らなかった、それはね、えこれこれさんの LINE 知ってるわけないだろ、俺が悪いけど、ってことですね。謝れよ豚、すいません、何に対してだ、何に対して謝るの、あのね、謝れよって言われても、あの意味のない謝りはしたくないんだよ、意味がある謝り方させてよ。あ、あと4000人の方ありがとうございます、ナイス、お願いします。700ナイスいいですか、ちょっと4000人の方、あと小ネタまだ挟むんですけど、あの男性皆さんにね、あのちょっと注意喚起です、てかあのリスナーさんから画像は出せないんですけど、このフアカウントはひよこ枠なのに、現在ね3時20分頃閲覧400人、本日炎上ニュースが始まる前に570人くらいまで行っていましたと。美人ママとその JS 女子小学生かな、女児の娘が出ている配信です。フワッチってニート無職ロリの巣窟ですと。パソコンの調子が悪くてスクショは取れませんでしたが、私の赤も晒していただいて結構ですということで、池田対策が嫌いです、または、ちょっと読めないんですけど、プチなんて読むのこれ、難しいわこの漢字、これみんな読めないんじゃない、クロムパーツさん10回ありがとう。この池田さんは、あの、正直言っていいですか、皆さん。結構情報くれるんですよ。捨てやかじゃないです。はい。結構信用できる情報くれる人なんで、結構僕にとっては、頼もしい情報屋なんですよ。池田さんは。何やかに送ってくれるから。で、上の方に、その JS とか美人ママさんの、まあ、配信やっているリンク先が貼られてた。確かに500人ぐらい見てたよ。だから池田さん的には、ね、美人ママさんと、その女子小学生をね、見ている男どもが気持ち悪いってことを言いたいじゃないのかなと思います。ロリコンどもと。なんでダメなの？ダメというか、ふわっちはロリコンが多いですねっていう、たわいもない会話を俺に仕掛け、してるんだよ。てかこれ誰も読めないの？プチ。誰も読めない。あ、バカじゃん！池田対策が嫌いです。またはプチ。こっから読めないんだけど俺。お前らも読めないの？じゃあもう二度と俺に漢字読めないって言うなよ。競泳中もう書いてあるだろう、いやちょっと分かんなかった、はい、ってことです。じゃあ、本タイトルいきますか、今日も、あ、いるじゃん池田さん、ほら、イケピー、池田大作さん、ワイ本人やでと。あ、俺フォローしてないわ。なんでだろう。ねえ、ごめんなさいね、ちょっと。まあ、そんな感じかな。今回の炎上ニュースの、大まかな昨日の流れは。じゃあ、本タイトルいきますか。これが一番でかかったんでね。僕も衝撃走りました。はい。なんとですね、とある配信者が辞退です。この意思は、変わっていません、はい。その人の名前は、なんと
800ナイスいいですか、ちょっと130人の方ごめんなさい、ちょっといいですか、押してもらって。4000人の方いいですか、押してください。もう申し訳ないです、うるさい、ごめんなさい。ちょっとあと65人なんでね、押してくれると嬉しいです。ナイス押すね、ありがとうございます。押してってね、もう。あ、早く俺このネタやりたいな、これ。やらしてくれよ。二度押したらそれは外れちゃうんでね、やめてください。話したいよこれ。つまんな、お前 NG 見なくていいです。ありがとうね。もうこれマジで NG 入れるから。つまらないっていうコメントはどうしても許せない。あの、なぜなら、なんで見てるのって話だから、これはもう揺るぎないよ。確実に NG 入れるよこれ。つまる、あー、ブロック入れられない、それは。あと9人来るか。いや、つまんないって言われるんだったら俺もね、やっぱムってなるから、対抗策として見るなっていうやつだね。800ナイスありがとう。じゃあいきます。とある配信者が辞退、その辞退の内容は、とりあえず名前は3倍目ヒカルさんです。なんと、ツイキャスとフワッチをやっている俺の友達でもある3倍目ヒカルさんが、スパーク01主催のスパークというね、格闘技イベントが8月27日にあるんですけど、それを辞退すると宣言しました。で、辞退する宣言したとした、原因として、一応相手がいます。それが香川さんです。はい、昨日光がね、久しぶりに実家に帰ってきて親父さんとお酒を飲んでいたと。その時にあの、まあ、コメント欄に香川さんがいたと。はい、で、ヒカルはね、まあ、親父と飲んでて、で、ちょっと、まあ、愚痴みたいな感じで、まあ、言っててね。で、なんか、俺をね、印象操作して悪者にするやつがいるという話をしてたと。まあ、それを聞いた香川さんが、まあ、ちょっと疑問に思ったことがあって、その印象操作、ね。で、そんな悪者にするって話で、まあ、その印象操作で悪者にするやつを超えていけというコメントを打ったと。まあ、ちょっとポジティブな言い方になっちゃってるけど、もうちょっとネガティブな言い方かな、って言ったんだって。そしたらヒカルがやっぱ酔っ払ってたから、そこでムッとしちゃって、なんかいろいろとなんか香川さんに対して言っちゃったんだよね。まあ、例えば過去の話とかあるよね、香川さんつって、お過去の話ある言ってみろよみたいな。そしたら、いや、頭賢いんで、そういう過去の話はちょっとみたいな、あのいう話とか、そういう部分でちょっとごちゃごちゃになっちゃってね。で、結果的になんか香川さんがちょっときしょっと思ったことがあったらしいんだって。それがなんかいろんな配信者の名前を出してると、マルコさんの名前出したりとかね、そういう名前を出してて、こいつきしょいなと思ったらしくて、でもいいわって感じで、あの、きっしょってコメント打って、で、その枠から離れて、ちょっとした間にタイトルがスパーク自体っていう風になってたらしいです。はい。だから、ヒカル的には、なんか、今日の朝の放送を見たら、モチベーションが下がったらしいですね。香川さん本人が書いたんで。ヒカルの枠に香川さん本人がコメント書いてて、まあ煽られたっていう認識なんだよ、ヒカルは。香川さんは別に煽ってるつもりはないんだよね。うん。シンプルに疑問に思ったことを問いかけただけらしくて、印象操作の話で。それきっかけで、まあ言い合いになっちゃったっていう。言い合いになったというか、まあ言い合いになったのかな、コメントと配信でね。はい。で、まあ、酔っ払ってたから、ヒカル自身はね、
あの明日になればスパーク地帯っていう部分は、まあ、撤回するのかなっていう、まあ、考え方俺はあって、多分リスナーさんもそう思ってたんだと思うんだけれど、今日のツイキャスの放送をねちょっと見に行ったんだよ。で炎上ニュースやる前に、今回本タイトル、光の本タイトルだから、あの今どういう意識であのスパークに挑んでるのかなと思ってちょっと質問しに行ったのね。時間ギリギリで12時3分で、そしたら、いやごめんパルパル、いろんな人たちに言われたけど、もうモチベーションがもう上がらないと、だからスパーク自体はするっていうふうに言ってました、はい、なので酔っ払いでもう酔いは冷めてる状態だけれど、スパーク自体するということは変わらないということらしいです。その医薬品とかそんなは分かんないですね。で一応香川さんとは昨日なんか絶縁するとかなんとかとか言ってて、関わらないとか言ってたよね。あと一応ツイッターでもツイートしてます、つぶやきで、LINE どれだっけ、もう今回の件がっかりです、さようならということです。で香川さんはスパーク関係ないって言ってる人たちいるけど、香川さん解説委員だからね、スパークに関係あります。はい。で一応ヒカルが香川さんでやるわけではなく、香川さんと、ヒカルと右七がやるんですけどね。でもこれやらないって言ってるんで、まあちょっと右七の相手がもうちょっといなくなりました。香川さんはとてつもないね、あの解説うまいからね、口がうまいよ本当に。俺香川さんは石川紀之さんより口喧嘩強いと思ってるから、申し訳ないけど、俺はもう香川さんのその口喧嘩の強さは本当にすごいと思ってる、うん。ちなみにですね、まあ、それを聞いたとある配信者が香川さんに噛みついてました、はい、その方がこの方ですね。一応これも紹介しておきます。便所太郎さんですね。また職業難癖クレーマー香川のせいかよと、リングに上がることもできねえただのデブのくせんと書いてある。もうこれもう香川さん VS 便所さんでいいんじゃないかな。これ右父には申し訳ないけど、めちゃくちゃ面白い面白そうだから、はい。あ、やっぱあのカンボジアの件で香川さんゴリ詰められたからね、とことん詰められたからね、もう便所さんのそのなんっていう部分が出てるね、これは。はい、いや俺は見てみたい、香川さんとその便所さんの試合、やっぱ同じ体型ぐらいでしょね。まあでも有利なのは便所さんかな、格闘技やってるからね、なんかね。まあ時間もないから、まあ2人はできないと思うけど、はい、ってことですよじゃあちょっとヒカルに電話してね、話聞きたいと思います、はい。まあ、出てくれるか分からんけど、携帯2つあるっけな。いや暑いよ、だから俺エアコン16度です、すいません。あ、出かけるから無理って、じゃあそれは仕方ないね。でも俺から言わせてもらうと、ヒカルね、やっぱ香川さんのせいで試合出ないっていうのはちょっとね、そこはね、考え直してほしいというか、ゼロワンさんとか原田芳樹さんにディスられて、主催者側にね言われて、なんで俺選手で出る立場なのにこんなこと言われなきゃいけないんだ運営側にって思うんだったら、まあ俺はああそれはちょっとモチベーションというか、それ出なくても仕方ないなと思うけど、
香川さん改札いいんだからね、だから出てほしいなって気持ちあるよ。で、あ、間違いなくね、みんなこれを勘違いしないでほしいのが、ヒカルはね、格闘技でそのスパークにビビって出ないとかじゃなくてね、一番練習に打ち込んでて怪我もしてねやってる人間だからね、もうやる気は満々だったんですよ、はい、だからそう些細な言葉でねちょっとナイーブな心を傷つけられて病んでるだけなんでね、多分俺はあの徐々に時間がね経ったら復活すると思ってるんで、これ違約金は10万円です、はい、 10万円、10万円だから、まあ、払おうとも払える。でもヒカルは直拓さんがスポンサー入ってるらしいから、直拓さんに対して、ね、ドラを塗っちゃうことになるから、俺多分そんなことしないと思うんだよね。今はちょっと実家に行ってそういう風な気持ちになってるかもしんないけど、うん、やると思うよ普通に、はい、俺はねそう思います。直拓さんは聞いてもないけどどっちでもいいって言ってた。あ、そうなんだ、あ、善一くんが一番練習してる。いや、火薬さんも練習してるよね、めちゃくちゃ、はい、シンプルに。香川さんに電話何するの。いや、正直ちょっとかけづらいよね、俺ごときが香川さんにかけていいのかなって。しかも俺香川さんの電話しないためにずっと張り付いて見てたんだ、香川さんのやつ。もうまんまのこと俺言ったよ、香川さんのそのなった流れの経緯として。もう話すことないよね。そんなの両方で、だって光が、ね、出れないでしょ、で香川さん出れないんだから両方の話聞けないじゃん。光に電話して出るんだったら香川さんに聞くけど、光も出ないし香川さんも出ないんだったらもう一方の話になっちゃうから、これはもう両方電話しません。これがベストなんでね、はい、これ間違ってますか。香川さんだけの話聞いて光出れなかったらこれあかんでしょ、これ、俺は光の話と香川さんの話を両方聞いてのこの統合した話をしてるんでね、そうでしょ、片方だけ聞くのはよく、逆に香川さんに聞いて光に聞けないのはダメでしょこれ。もちろん俺は光に電話したら香川さんにかけるつもりだってよ、本当に本当ですよ俺は、忖度豚？いや忖度豚じゃなくて、どっちも電話かけないことが一番ベストなの。はい。お利口です。あのさ、目に見えてるんだよ。仮に香川さんに電話して、香川さん、光るなんか言ったんですかって、俺が聞くのそれ、香川さんつって。すごいかけづらいわ。じゃ一応香川さんにかけてみるか。緊張するな香川さんに。よし、あの収益の話するか。まあ納得しないからリスナーさんが。男なんでね、かけます。出ないでくれ、寝てろ、出ないでくれ、頼む、出ないでくれ、誰だ、出ないでくれ、誰だ、誰だ、はぁ、仕方ないね、もう出ないんだから。忖度豚じゃありません、ちゃんと電話します。忖度はしません。
香川さんになんで電話したのかっていう理由言っとくか。か香川さん、動画の再生数、420万再生なんだけど、収益知りたいな。よし、もっともらしい理由つけとくわ。はい、は？いやいや、お前この電話に関してね、あのする質問として俺はもう決めてたんで、もし出たとしたら、香川さん、俺まず YouTube の動画420万再生だけれど、あの収益いくらぐらいになったんですかと、まず切り口がねもう決めてて、でまだもらってないんですよ香川さん、僕税金も大変でっつって、で香川さんがああだこうだって多分言ってくると思うんだよね。でその後に、あて香川さん聞きましたよ、ヒカルと喧嘩したんですってって、どうしたんですかと、っていう話から入ろうかなと思ったんで、いつもの手口なんだけどね、メインからじゃなくて自分がちょっと関わってたその部分から入るという、僕はねいきなり飛び込むタイプじゃないんでね、足からねちょっとずつ入って喋るタイプなんで、はい、そういうタイプなんですよ。なんでその距離取るの、みんなそうだよ、政治も。だからそのやっぱさ、いきなりパッてその本タイトルでいくと身構えるから、ちょっとしたワンクッション置いた方があっちも喋りやすいのかなっていう。で、あと本当に420万再生の動画の収益気になるからさ、香川さんくれるっつってるから、それはねいくらになってんのかなっていう、その収益見たいじゃん、ネタにしたいし、はい。あとはね、香川さんに電話したんで、あの出なかったんですけど、はい、僕自身忖度してません、あったよこの野郎、忖度言いやがってこの野郎、光は出れないから出しません、ちょっとこれはもう光に電話しないのは別に出れないから忙しいからっていう鳩が来てるからかけれないってことは分かってくれるよね、これは忖度じゃないのは。いや、あの一応 LINE 送って既読ついてないから。便所さんに電話、便所さんに何電話するの、便所さん香川さんにブチ切れてるんですってって、かけれるかそんな電話、ちゃちゃそんなお前意味のない電話したくねえよお前、そういうことがあったよぐらいでいいよくね、香川さんなんでそんな、あ便所さんなんでそんな香川さんに切れてるんですかって、アホかよお前ね。えその便所さんとは電話何回かしてるでも炎上ニュースでね、あ便所さんっつってかけたことあるよ全然。ただこんなあのしょうもないね、そのちょっと絡んでた部分の分が無関係なやつかけるのおかしいじゃん、あ右乳に電話するか、じゃあ光とあの香川さん出れなくてそのバチバチだけど、右乳自身はどう思ってるのか聞くか、それは右乳関係ないからね、それかけてみるか。寝てる可能性あるけどね、アイラの LINE ね、前持ってたの消えてるわ。アイラね、過去の話だからね、もう今はもう力ないでしょ。うん。寝てるね、これ。
小林幸子が歌ってんのかなこれ。ってことですよ。こういうの聞いたらくだらない。お前ガッシュベルのね挿入歌のねホルゴレのね歌をバカにしてんのかお前。おい、名作のアニメを、名作の漫画のねアニメの歌を、原作もこれやってるしね。これ動画の収益 0.003 円で400万再生で、いやそんなことないよ。100万再生で1万ぐらいって俺聞いたから、4万ぐらいは多分あると思うよ。俺今恥をかいて香川さんの動画に出てるからね。これもらわないと、これ4万円もらうかね、香川さんのお店ね2回分無料にしてもらうか、飲み放題。もうこれじゃないと俺はもう嫌だよ。俺はそれが香川さんにね、あのご飯おごってもらうか、4万円分の高いとこね。右下コメントしてた今。いや書いてないよ右下いる、これいたっけ。もらうことばかりだね。別にいいじゃん、もらえるもんはもらわないと。あの闇でさえもつべらで月15万稼いで、闇のYouTube 動画15万稼いでんの、すごっ、儲かるんだね。与えないよね。いや俺ね基本的に与えないっていうか、まあ甘えてきた、ね、生き方してると思われがちだけど、俺よりそのまあ後輩っていうか立場が弱い人間にはお金出してると思うよ。立場が強いやつらにはおごってもらってるよ、はっきり言うけど。でも俺より明らかに立場弱いやつは見え張っておごってるよ、あげてるよ。なんかそこら辺にはプライドがあるんだよね。養分には出さないじゃん、養分立場強いじゃん。あと養分の部分一応家貸してもらって無料で住んでるっていうちょっと勘違いしてる人たちいるけど、一応家賃払ってるからね、まあ、10万、あと光熱費とちゃんとしてるから、なんか文句ガーガー言わないでくださいね。見たことないよ。それは見せてないんだよ、見せることではないからね。そんなの見せることじゃないじゃん。言わないよね。そんなの見せないね、ちゃんと。そうだ、クマさん家賃代払えねよ。あのな、家賃と修繕費な、30万。それはクマからいいよって言われたけど、俺、カッコつけて払うよって言っちゃったんだよ。で、まだ払ってない。いやそれでもいいよって来たんだけど、いや俺はお前にちょっとずつ返していくっていうちょっと大見え切ったんだよ。だから一回ちょっとめめしいこと言ったんだけど、だから一回会うたびにちょっとお金払うからって言っちゃった。5万円から払っていくみたいな。別に会いたいがためにそう言ったわけじゃないけどね。はや払えよ。口裂けじゃないですね、ガチです。歌に舞いたいよ普通に。慰謝料も払え。慰謝料はねまだなんだよ、確定してないから金額が。一応紙はもらったんだけど、その治療費と金額がおおよその金額が算出されたんだけど、まあ治療費という部分はさ、一回全ての治療が終わった後にそれを清算するらしいんだって。で慰謝料もその部分で請求するという手続きをするということだから、
現在なんかイギリスとか慰謝料も払ってない、治療費も払ってないって言ってるけど、そういう手続きがあるから払えてない状態ね、っていうことだけ分かってほしいね、リスナーさんはね。あんなお前いいような言い方してさ、責め立てられて、まああいつは今バンだけどな、いつまでバンなんだろうね。もう見舞い金渡しました。はい、慰謝料と別で言わなかったけど、あのまあ言ったか、行く前に、いや言ってるわ、ごめんなさい、かっこ今かっこつけて言ったけど、あ、前その配信行きますみたいな時に言ってたわ、なんか見舞い金みたいな話。ソースはないですけど、まあゼロワンが知ってるって感じですね。いくら包んだの、そんなことは言わないよ。ただ1万2万じゃないです、はい、3万円でもないです。はい、いいですか、見舞い金。まあ言ってるけどね、放送で金額で。せいさんは連絡来たんだけど、どれぐらいになったのと。そしたら、まあ、これぐらい大体の予想ですって言ったら、じゃあその半分払えばいいねって来た、せいさんから。まあ、頭上がりません。俺せいさんは正直言うと、なんて言うんだろう、ギリギリになったらもう払わないよみたいなこと言われるかなと思ったんで、でもそんなんじゃなくて普通にいいよいいよって優しい言葉かけてくれて、だからもうちょっとせいさん頭上がらないんだよ俺、もうちょっと、すごく。だからスパークも負けわざと負けようかなって思ってます。はい、ありがとう、ドンチキー。ああ、おじさん、ありがとう。負けたらダメでしょ？はい。そんなやつの僕、だってもう殴れないよね、せいさん。はい。でもチケットをね買ってくれた人には申し訳ないんで、やっぱそこはちゃんとやります。はい、花火飛んでた、ありがとう。花火飛んでないけど、嘘言わないでよ。10個飛んでも応援する豚さん、あー来た。これ今イベント中なんで、あ、応援よろしくお願いします。ありがとう、ウルトラトンチキー、あります。きたロシア、おじい、おじいもありがとう、おじいもありがとう、ロシアの数10個ありがとう、おじさん、ロシアの母ちゃんありがとう、ありがとうございます。ごうこありがとう、おじさん、ロシアの母ちゃんありがとう、きっとおらば爆投げいいんですか、今度もらって、ありがとう、めちゃくちゃ嬉しい。これ続いてください、もうイベント最終日の前なんで、お願いします。ごくありがとう、おじさん、おじさんありがとうございます、ありがとうございます、おじさん、とんでもない応援する豚さん、ありがとうございます、ありがとうございます。
お前人んちでうるせえんだよ。世話になったら少し考えろよ。お前がこの主じゃないんだから黙ってろよ。ゼロワンが言うならわかるけどね。お前何目線で喋ってんの。ご高校ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。すいません、ほんとご高校ありがとう。まーさんありがとうございます。ここ来たー、ありがとうおじさん。はい、いや止まんねえアイテムが。マジっすか、ありがとうございます。すいません、めちゃくちゃ嬉しい。ここナイスナイスナイス、止まらないフィーバー来たこれ。ここありがとう、止まりません。しゃれ上がったか、ランキング12。あと何本、何本でこれ10位だ。あと 10万ポイント、10万ポイントお願いします。ここを投げナイス、大が尽くしてありがとう、大が尽くしてありがとう。ラッシュブタ、正直ね、俺は辛かったです。誰も昨日投げてもらったんですけど、こういう爆投げ最近なかったんでね。だからめちゃくちゃ嬉しい。辛かったから、本当にめちゃくちゃ嬉しい。ありがとうございます、嬉しすぎる。ありがとう。夜やらない、夜やってるよ、やってるけど、まあちょっと俺という人間性に対して疑問を持ってね、来なくなっちゃった人いるからさ、だから嬉しい。うわありがとう、本当嬉しいわ。ありがとう、ありがとうございます。なんでこんな投げてくれるんですか、ありがとう。気持ち悪い顔やめろ。は？なんだこの野郎。あー、ありがとうございます、すごく来たー、ありがとう、あー、ごくありがとう、ありがとう。 5×10 来たこれ、ありがとうございます、本当嬉しい、助かる、ありがとう。王さんはね、まあちょっと匿名だから名前はね伏せるけれど、なんやかんや俺のことを支えて、うわー50個、これ絶対、これ誰この50個、あっぽーさん。
君が君が君が今日のアラブ石油大発、今夜は君がトップワン、君がいなきゃやってけない、あキュンあキュンキュンあキュン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 、はいブン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 、どっちか俺あれすっごく抜けないっす。ランク上がランキング上がったかこれ。太陽がバック投げ止まらねえ、もう永遠飛んでてほしい、もう永遠と。あ、皆さんナイスもよろしくお願いしますね。ナイスも、うわー、ここもいいんですか。ギャザクタクタってやつは誰なのお前、口なんか嘘泣きとか書いてて、俺いつ泣いたっつったんだよお前。ギャザクタクタダッセー名前だなお前、あんま帰ってこいよ。ここありがとう。嬉しい、ありがとうね。めっちゃ陽さん。ありがとう。本当に嬉しい。これ王さんマジで、あのさ王さん、本当に俺はもう感謝の気持ちしかない。俺はね、あなたのためなら死ねって言われは死にます。いやごめんそれ嘘だけど、でも王さんが、まあ、困ることないと思いますけど、困ったことがあったら何でも言ってください。俺マジで王さんのためなら命晴れます。本当にそれぐらいの意気込みあるから。あ、大変、生きる生きる、おしまい、ありがとうさん、こんな爆投げありがとうございます。うわー嬉しい、感謝感謝しかない、ありがとう。ラーメン田崎はなんだこれ、また変なの増えたら。おい、これラーメン田崎、本当にラーメンじゃん。皆さんナイスよろしくお願いします。押せる方いたら押せてくださいね。1000ナイス目標なんで、あと72人ですね。72人、お願いします。感謝あるだろう、いや感謝しかないでしょ。感謝ないと思ってんのもしかして、舐めすぎ俺のこと、どんだけ感謝してると思ってんだよ。で、まとめるんでね、1000ナイスで、あと62人でまとめます。いいですかリスナーさん、62人ですね。その前に、爆投げし戻ってきてにするか。あ、いや、戻ってきたら、爆投げ待ってますにするわ。バグった投げ方待ってますにするわ。爆投げ待ってます。オッケー。あれ？なんか押せないな。爆投げ待ってます。 OK、 ナイス増えてる、あと45人お願いします。
外行くか、じゃあ外放送するか。あっかー、照り焼きバーガーになってまうわこれ、熱すぎて。あかん、これはもう無理よ、マジ熱い。これめちゃくちゃ熱いわ、高温で。うん、田舎だからもうこれ行くとこもないしな。あかん、熱い熱い、熱すぎる。あかんあかん。まとめないのか、センナイスでまとめるんだよ。そりゃそうでしょう。カツラじゃないです。マリ君寝てますね。ゼロワン、ゼロワンは今 TikTok に力入れてホテル泊まってるでしょ。だからまあそのゼロワンをどうかって言われるとわからないです。うん、眠たくないよ。そう、今さらパルちゃんの推しマって何？あ、俺の推しマークはですね、なんだろうね、豚とかそのピーとか、あとなんか田崎ってつける人が多い。あの名前の前後に田崎とかね、ラーメン食べる田崎とか、表田崎とかね、田崎という俺の名字を使うやつが多いね、勝手に。そう、田崎が多いかもしれない。あ、推しは田崎でねやってください。あ、本名書かないで、本当に。あ、田崎ない、俺いるでしょ、これ。いや、推し名なんですよ、田崎が。だからアットマーク田崎とかね、そうなるよね。なんで大輝って名前なの？大きくなれってことじゃないの？大きいに金属に金だから、大きくなって貴重なものになりなさいと。あの、お母さんお父さん思ってるよりでかくなりました、体が横にね。糖尿病じゃなかったですけど、そのうち糖尿病になりそうです。金属の金ではない？あれ？あー、え？あ、貴重品の木か、ごめんごめん。あ、貴族の木ね、そうそう。グロリア教はもう捨てましたね、これ恥ずかしくて。まあ、G 教っていうお品が前昔あったんですよ。閲覧傘の時、閲覧20の時に、俺は教祖様だと。ね。我に従えという、その、中二病っぽいのが入ってて、グロリア教を押せと。グロリア、グロリアっていうのがやってたんです。はい、で、グロリアっていう名前はね、何の由来なのって話なんですけど、僕自身もよく分かってないです。パルパルって名前も正直なんでこれパルパルってつけたかわからない。でも初めは一文字で人間のクズパルとかそういう名前だったんだよ。もともとパルだったんだよ。でこれこれって名前を見てパルパルにしたって記憶がある。でもなぜパルにしたのかちょっとわからない、覚えてないね。ゼロワンのね、なんか、その、名前の由来はかっこいいんだよ。ゼロからスタートする。だからゼロワンっていう名前らしい。もっともらしい理由があっていいなって。だから俺もそういう、その、なんかもっともらしい名前の由来をちょっと考えないといけないね、これ。
そう、ゼロから一歩踏み出すのでゼロワンらしいよ。ゼロから一歩踏み出すユキ、なんか間違って言ったこと言った俺今合ってるよね。養分っていうのはパチンコでしょ、うん、パチンコの養分になってたから養分っていう名前じゃない、名前には。セージはわからん。あ、じゃあ、クレイジーパピオンセージっていうのはあれだね、モグラの歌のキャラクターで、クレイジーパピオンっていうキャラクターがいるんで、主人公じゃないけど、そいつの名前が取ったって言ってたね。俺はクレイジーなんだってよく言うじゃん。善逸くんは何だったかな、これはわかんない、これ FX 関連の名前なんじゃない、いや、クレイジーパピオンセージっていうのはクレイジーパピオンから撮ってるよ、モグラの歌って漫画から。火薬たる、これわからんね、わからんわ。うん、わかんない。天然ストレート、これもわかんないわ。天然ストレート、だからみんな名前何なんだろうね、由来って。マリオはマリオじゃない。松平健は日本人になりたかったんじゃないかな。スーパーマリオ、そう、モンハン、いや、スーパーマリオだよ。サメちゃんわかんない、これニコ生の古い人だったら知ってるんじゃない。右乳はもともとエッチなことが好きなやつだよね。で、左乳と右乳というコンビ組んでたらしい。だからその名残で右乳。でもその右乳という名前の名残、その由来はわからん、なぜつけたか。リリーはわからん、リリーさん若く見せたかったとか、外国人のね、憧れとかあるんじゃない。その善逸くんの名前の由来はわからんわ。あ、リリーはレズのユリ？そうなんだ。だからあの若い子によってキラキラネームついてて、古い方からはだんだんとなんかあの、なんて言うんだろう、昔ながらの感じの名前の付け方っていう、その時代を感じるよね。機長は、それはもう普通に飛行機が好きなんじゃない。笑い市は笑って一番みたいな。金梅はこれはあの、これはね、聞いたことあるんだよ。あの、2チャンネルの時に、コテハンが、金映えって名前で活動してたんだって。で、そのコテハンで金映えって名前でやってて、なんか、捕まったんだよ。なんか、爆破予告みたいなことして。俺の記憶が正しければ、間違ってる間違ってるって言ってほしいんだけど。だから、そういう風な、なんか脅迫めいたことを書き込んだんで、捕まって、そっから配信者になって金梅ってなったんだよ。俺の記憶が正しきゃ。ああ。合ってる？ただなぜ金梅という小手半につけたかはわからん。でも配信として今金梅という名前は2チャンネルからのその金梅から取ってる。そう。水にゃん？これはわからん、水にゃん。何なんだろうね、水にゃんって。どっから取ったんだろう。あ、金梅ってゲームのキャラクターの名前なんだ。これこれさんは、俺は見たときは、女子高校生が、これ、これっていうなんかことを言ってたらしいんだって。若い子がね、これこれ、これこれって。だから、これこれってつけたっていう話を聞いたけどね。でも、これ違うらしいんだって。諸説由来あります。でも俺は、これこそ枠見たけど、そういう風に言ってたけどな。うん。あ、恐竜のゲームから好きな、好きなんだね、金梅さん。あ、テイリズスレ、テイリズ、テイリズのこれったな。これこれっていう名前が？うん。そうなんだ。俺はそういう風に聞いたけどね、なんか、座談会の時に。見た人いないかな。コレットってキャラクターでこれこれってつけたのか。なるほどね。
いろんな名前の由来があるよ。エルマルわからん。みそのが歌いに来たよね。そうなんだ。リゾート地、それはリゾートというか遊園地があるよね。柳瀬隆が作った遊園地がパルパル、浜名湖パルパル、静岡で、ね、ブーちゃんは、ブーちゃんは分からん。でも豚のアイコンは豚が可愛かったからブーちゃんにしたんじゃないの。だからまあ名前の由来は人それぞれあるからね。てか名前つけてる人たちみんなこういるけどさ、なんでそういう風に名前つけたかって覚えてる？覚えてないでしょほとんど。なんでこの名前による由来にしたのか。お前らベリーさんとか覚えてないでしょ。なんでベリーにしたか。せいじゃさっき言った名前なんて俺もう覚えてないわ。部長山田は、いやわかんない。部長山田は憧れなんじゃない。部長とかね、赤穂とかも、名前で当たりとかあんだ。まあ確かにパルパルって分かりやすいよね。だから俺そのふわっちの配信者で分かりにくいなと思うやつは誰だろう。あの子だと思う。なんだっけね、手まんちゃん、仏のポクポク手まんちゃん、こういう名前分かりにくいよね正直。仏の手まんポクポクちゃんだっけ、これ分かりづらいわ。あ、英語系もむずいよね、たこ焼きの人、なんて読むのかちょっと分かんないよバカは。分かりづらい。ゼロワンは言いやすいよな、数字で書けるしな、幅が広い。七原くんとか普通に、そう消えたらいるよ。エンディーも俺は分かりやすいけどね、言いづらくないし。あ、ポロか、ポロちゃん、カナカーナはいいんじゃない。だから一つの文字を二つにつなぎ合わせるっていうのはいいんじゃない。あ、仮面ライダー、確かにゼロワンで検索すると仮面ライダー出てくるから初めに。新八丁、これに関しては名前より自身が有名になりすぎたから逆に分かりやすいよね。多分新八丁という人間が何もトラブルを起こさずにね、のほほんと配信したら新八丁っていう名前ちょっと言いづらかったと思う。だそれを凌駕したね、知名度で。本当にすごいと思うよ。微糖はナイスいいですか、あと3人で1000ナイスなんで。そう、小前小町くんはちょっとね、初めての人は友だうよ。友だう。どっちが小前かどっちが小町か分かんなかったもん、正直。似すぎてて。そうか、いや、それは慣れてきたら分かるよ。でも、小前と小町って、両方に紹介されて、で、そのままご飯食った後に、俺、小前くん、小町くんって言っちゃうよ、これ。悪いけど。ね、達也と拓也みたいな感じじゃん。ね、達也と拓也、分かりづらいでしょ。こまギャングスカスと覚えればね、そういう思い方すればいいよね。確かに。あ、今日のまとめします。じゃあ、ふわっち大炎上ニュースまとめ、なかちゃんとロビンソンさんとバルバルさんでよっさんは大捜索、家にはいなくてパチンコ屋も探し回った結果いませんでした。ただ昨日11時頃に帰ってきたと親父さんの証言があったため生きていることは確かです。
アイラ&花屋 VS コウキさん。生活保護受給の部分に関して詰められている模様。さらに山田部長も出てきて、部長山田が、一応コウキさんの、市役所まで行って、その生活保護の不正受給のことを、まあ、通報するらしいです。疑惑なので確認も取るのかな。あと、かやくたるさん TikTok デビューです、はい、カネマンさんが救急車に運ばれた模様、はい、で2回行っちゃったんで同じ病院怒られたらしいです、はい、こんなことで救急車使わないでくださいと。でカネマンさん、有名な YouTuber で、最高月収が2000万だった過去もあるんですけど、現在全財産が940円の模様。全員スくん、みなみちゃんにブロックされる。リスナーさん関連で、ちょっとブロックされました。で、部長山田が、かなこちゃんがね、尿検したと警察署の方に行ってっていうふうに言ってた発言で検証しに行きました。結果、山田部長は尿検できなかった模様です。はい、で、かやくさん今日大企画で、10日、なんとですね、なんだっけ、なんと、いい人助けキャンペーンします。はい。で、今回の本体である、ヒカルがスパーク自体、香川さんと揉めたため、はい。まあ、香川さんに煽られたためですね。でさらに、便所さんも香川さんに、まあ、ちょっとしたチクリをツイッターでつぶやくということです。はい。まあ、そんな感じで今日のふわっち大炎上ニュース、終わりありません。ありがとうございます、ありさせん。最高、ありがとうございます。こっちも最高です。うるせえわ。で、イベント中なんで応援よろしくお願いします。えい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 。ブロンズカクテルありがとう、参考。いけるか、無料ください。じゅんやちゃん、ありがとう。イベント応援するぞ。さあ、ありがとうございます。じゅんやな、お前、本当にずっといてくれるし、ありがとうね。てか、チケット1枚余ってる、じゅんやはいらないか？うん。じゃあ、パルリスだからね。じゅんやはいらないか？チケット。マジでね、あと1枚売れ残ってます。売れ残ってるというか、欲しいって人出てこない。これマジで。フロンズカクテルありがとう。28歳でヘイヘイアオリシカいる？本当にジョンヤンさん。でも来てくれるの、これは。うん。ジョンヤンさんね。来てくれるなら、送るよ。ヨシキさんに頼んで。送ってもらうけど。本当に来るなら、パルリスさんだからね。みんな仕事で忙しいから、8月の27日の日曜日に開催されるんだって。そう。なくなっちゃった。パルちゃん今日もありがとう。いやー、てかさ、あなたずっと俺の枠来てくれるけど嬉しいな。パルちゃんいつもいつもいつも来てくれるから嬉しい。いや、うん、ホタルちゃん毎日来てるよ。パルリースだから本当に嬉しいわー。
フロンズカクテルありがとう参回。はい。くまちゃんすごい有名人になっちゃった。あ、そうなの？知らないそれ。くまそんな有名人になったの？全然知らない。どれぐらい有名になったの？よくあんなコメントであったから。10個切った。少しですけど応援してます。ありがとうございます。おい、切った、これ、ノーさん。今度なんか有名になったって言ってるけど、1265号さんが。6ぐらい有名になった？どういうこと？10の段階で6ぐらい有名になったってこと？ハート花火ありがとう。あ、さーちゃんありがとう。嘘かもしんない。